人生終わるまで暇つぶし。どうも山口純です。2022年の11月撮影の分です。今回で開墾動画第3話になります。スーパー大ババ様所有のですね、畑を今開墾中です。で、前回ですね、柿の葉を、メダカの寝床にしようっていうふうに言ってたんですが、この柿の葉全部ですね、病気にかかってまして、全部取り除きましたっていうことを最初に言うとかなあかんなと思って、動画の冒頭に柿の葉見せました。で、順調に育ってます。で、玉ねぎがですね、さっきご覧の通り赤玉ねぎなんで、ちょっとサラダ用とかに使うようなちょっと変わった玉ねぎっていうことが分かりまして、スーパーおばば様もはっきりその玉ねぎがどんなものかっていうのを種類見ずに買っちゃってたんですね。で、最近私も気づきまして、どうしようかなみたいな感じになってます。で、これニラのね、ドーム作ってます。あのニラがですね、もうしぶとくどんどん生えてくるんで、とりあえず1箇所にまとめて、冬越しできるかどうか試すために、まあ、ちょっとボロボロの不織布ではあるんですけども、それをかけて、ドーム作ってですね、まあ、様子見ようと。で、これですね、玉ねぎのその発育が少し良くないんかなっていうちょっと心配があったんで、土作りもうまいこといってないんで、そうなんです、ちょっと極力太陽当てられるように、あの無駄な努力をしてるっていうやつですね。で、タイトルにある通り落ち葉拾いをするんですけど、もうね、これ初めに言っときますけど、もうめちゃくちゃ多いの。だから今年中にね、2022年度中やったら4月までになるんで、2022年の年末までにできるかどうかちょっと分かんないなっていうぐらいあるんで、もうちょっとゆっくりやろうっていうことで、あのやってます。で、また出たですね、枯れ木を焚き木にまた使えると思うんで集めてるっていう状況です。もう落ち葉はもう延々出てくるんで、とりあえずこれぐらいにしといて、まだ全然あるからな。でも木も結構もういらんなっていうのがあるんで、もうこれも枝どんどん切っていきたいなと思ったんやけど、ちょっとまだ作業が結構かかるな。もうちょっと作業しては休憩し、作業しては休憩しっていう感じですね。もうたった一人でやってるのと、あと、油断して怪我してしまうと困るんで、ゆっくりやってます。で、これあのブロッコリーの葉っぱなんですが、虫食いが少し出てきたんで、バーがね、持ってた殺虫剤を使うことにしました。だいたい効果は1ヶ月続くそうなんですが、まあ試してみようということで、下流のねものなんです。まあちょっとよくわかんないんで、ちょっとずつ巻いてます。で、別の日になって、このいろんなね、風景を撮りつつこのね、ブロッコリーがとにかくここ数日のところ心配やったんで、肥料をまいたりとかですね、いろいろしました。まあ、これ化成肥料ですね。僕はあの基本的に特に何も気にせず、あの作物あの作ってるんで、オーガニックか、まあ、有機栽培かよく分かりませんが、まあとりあえずできたらええわっていう形でやってますから。で、さらにですね、液肥ですね、ハイポネックスっていうのを使ってみました。だいたいこれ1週間に1回巻けば、水に希釈してですね、混ぜると、なんだそれ、水で希釈して、食物にやるっていうことを、まあ、大体1週間に1回程度やってみたら、そこそこ効果が出てきたっていうところもあるんで、定期的にやることにしました。とりあえずそれこの一発目です。まあ、手軽ですが、結構早いこと効果がなくなっちゃうんで、定期的に上げないといけないかなっていうものになるようですね。まあ使ったことないんで、とりあえず使ってみようということで、まあ野菜には使えるってことなんで、まあ間違ってはいないと思うんですが。で、これがあのスーパーおばば様が植えてた小菜小松菜っていうのを移植してですね、ブロッコリーの隣に植えてます。これも結構大きくなってきたらまた間引かなあかんのですが、で、こっちがもうあの苗から育ててるチヂミ小松菜なんで、もうかなり成長してます。茎も葉もしっかりしててですね、あの色鮮やかですよね。ちょっと間引くかどうか迷うんだよな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10枚あんねんけどな。
で、これ苗移植から10日目の、赤玉ねぎです。まだ全然ね成長してません、この時は。ただ心配してたよりは生えてきてたんで、まあ、56株植えたんですが、まあ、そのうちの半数近くはもうちょっとやばいかなっていう感じには思えてるんですけども、まあなんとかなってるなという状態です。で、物置き屋根の掃除っていうのはねやるんですけども、もう嫌で嫌で仕方ないんですよ、この掃除だけが。とにかくね、もう10年以上ほったらかしになってるんで、この灯油ですね、全部詰まっちゃってると。これをね掃除するだけでもね結構辛かったなっていうんでね、ここはねもういやいややってるって今状況ですわ。これねもう案の定もうすごいいろいろ出てくるんですよ、ドワーってもう触るも嫌やみたいな、すんげえもう泥がね溜まってましたね。まあでもこれで筒が抜けたんで、あとは屋根の上の落ち葉と泥を取り除けば、ここから雨水をね集めて貯めとくことできるんで、ちょっと水源がねこの畑にはありませんから、水貯めとかないといけないんですよね。でもう屋根の掃除途中でほっぱらかしてですね、伐採作業に入っていきます。これね、まあ、確認取ったわけではありませんが、私と言いませんけども、スーパーオーバーバー様のその畑の方にもかかってきてる雑木だけを切らしてもらってますんで、その向こう側のね、土地の、植物にはね手つけてませんので、なんせかかってくるやつはもう、こっちの方で勝手に、伐採させてもらってます。まあおいおいまたいろいろ確認は取っていこうと思ってます。まあ怒られたら謝ります。でまあこの雑木をね、前回の生配信、まあ、2.5 話っていうのをやったんですが、そのライブの時にこの雑木を使ってですね、ブロッコリーの屋根作ると、まあ、この動画でも後半に出てきますけども、生配信やったんですね。だいたい1時間からな、あ、1時間10分ぐらいで屋根作りました。この雑木を結構使おういうことで、この時はまだ何使うかねまだ決めてませんでした。なんかちょっとね雑木の扱いが雑ですけどね。で、伐採作業の繰り返し、この奥のね木が倒さなあかんので、手前のね枝を切ったりとか、すごく絡んでる植物取ってで切るという作業を延々やってます。これずっとこれ首上に向けてるんで結構しんどいですね。これも編集じゃあっという間に切れてるようにね見える演出になってますけど、そら一本切るだけでも結構ね大変やし、あと倒れてくるんで、いきなり倒れてくるかもしれへんからね、恐る恐る切ってるって感じやね。で切る方向もうまいこと見てやね、切るっていうか倒れる方向を、ね、見て切ってるんですよね。もうとにかく雑木だらけみたいなね。まあ、でもこれがね逆にそのいろいろ再利用できるっていうことが後々わかるので、まああったらあったでよかったかなっていう感じですね。あともう乾かしてね薪にしちゃえばいいんで、まあいつ行くか分かりませんけど、またキャンプでも行けたらええなと思ってるんで、ソロキャンプいうやつですね。また別の日になります。手前の壺ですね、3つ並んでますが、まあ、1つは火鉢かな、この中に水溜めてですね、毎回作物に水やってるっていう状態になります。水源がねほんと近くにないんで、この日になるともうかなり成長してるなっていうのがねもう目に見えて分かるようになってきましたね。この縮み小松菜っていうのが一番成長が早いですね。これが小細小松菜スーパーおばば様、これもね屋根つけた後どんどん大きくなってきましたね。ブロッコリーもで虫除けの殺虫剤使ったおかげで虫食いがね止まりましたね。でネギもですね、まあそこまで心配する必要なかったなという感じでどんどん生えてきてます。で新たにですね開墾する場所の整理をするために、整備をするためになんかシートがずっと敷いてあったんで、これをどけてます。
結構これ履いたりしてね、無駄な作業してますけども、まあ、とりあえず畳んで置いとくっていうことでやってます。ここをまた新たに、畑にしていく予定でいますので、しばらくちょっと寝かせている状態です。またクワでめっちゃ叩くという感じで、叩く耕すということですね。でまたひっつき虫ですね、盗人吐きがめちゃくちゃついてたんで取ってるっていうやつです。ため息ついてますね。このシートもまた再利用できると思います。また物置の屋根の掃除再開です。とりあえず屋根の上に乗っかってる落ち葉、枯れ枝、だいたい取り除くことができました。 100% 取り除けてません。なぜかっつうと、ちょっと高さが足りないんですよ。なーむなーむ、ダメ、やり直し。あれがない、もう高さが足りひんから全然全部きれいにできん。で屋根の上から落とした落ち葉をですね、また足元に落ちてるわけなんで、延々とかき集めてですね、また回収する時に向けてですね、集めてます。もう一気にですね、集めてどっか捨てれるとこ探してやろうかなとも思っとるんですが、まあとりあえず現実的なのは袋に詰めて燃えるゴミに出すっていうことになるんでしょうかね。ちょっとかなりもう途方もない作業で、もうどうしようかなって今かなり悩んでます。そこそこの長さの棒なんで、まあなんか役立つかもしれないんで少し置いときます。今思いついたけど、落ち葉こっちからだーと集めてきて、でも側面ここずっと落ち葉あるんで、ずっとこっちに寄せてきて寄せてきて寄せてきて、でさっき黒いシート取ったところ、ここまた開墾する予定ですけど、その前にこっちに落ち葉集めて、で向こう側の方に落ち葉全部集めてトラック積んで処分したいと思いますかねっていう流れを作ろう。でまたまた別の日なんですけども、この日はブロッコリーの成長がちょっと著しくないなって感じたんで、やっぱり少し夜露に当たりすぎると良くないんかなっていうことで屋根作ることにしました。でこれがその雑木を再利用している形になるんですけど、非常に単純なねもので、作ってます。あまりそのがっちりしたやつ作ると後で撤収するのめんどくさいし、さらに水やるのもめんどくさくなるんで、天井だけ作って、あとその不織布かぶせてるだけなんで、まあそんなに風にあおられてもまあ被害は最小で抑えられるだろうということで、あとスーパーオーババ様の小細小松菜も守るために作りました。で今ヒラヒラしてるこの不織布をですね、ある程度切って両方にかぶせられるようにできました。でこれ十徳ナイフでね、紐を切ってます。これはもともと獣よけの網やったんですが、もう今必要ないんですね。山のねもうずっと裾にバーっとこう金網がもう張ってあるんで、そういう事業があったんで、だからもう獣よけのね網必要なくなったんですね。でこの紐を再利用したと、全部これにしたらよかったなと思って、まあ、ただもっと自然に変える麻紐とかにする方がええかなとも思ってます。なんかちょっとゴミになりそうなんでね。でこうナイフで切っていって、その端下をですねかぶせていって、とりあえず完成ということになりました。まあ我ながらうまいことできたんちゃうかなと思ってます。でそれのまあこの屋根のおかげでね、まあ実際結構育ってきてます。まあその映像はまた4話以降にお見せできたらと思います。三度計
結構ぶっ刺さなあかんから、あの説明書を見直してきっちりとした測り方で見たら大丈夫でした。適正の土壌になってる模様 pH6。 この酸度計もですね、また後々あの使い方をしっかり覚えてですね、あの活用していきたいと思います。やっぱりあの作物によって土壌の質結構大事みたいなんで、またいろいろ勉強したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回は少し長くなってしまいましたが、ぜひ山口純チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。できたらグッドボタンもいただけるとありがたいです。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。多分また2週間後ぐらいになると思いますけど、山口純でした。さよなら。